皆さんこんにちは、キスケです。今回は、荒くれ呼びを打ち納めしようということでトルネコ組んでみました。まあ普通のミッドレンジトルネコになります。もみじ展開してドラムでリーサル取ったり、まあ永遠と盤面取ってそのまま、リーサルをもぎ取っていったりで、肝心の荒くれ呼びでいきなりリーサルを取ったりという感じで使えるので、結構安定感はあると思います。はい。でレッドプレデターもレジェンドホーンも両方荷積みしてるんで、結構大型、まあ後半になってもそこそこ戦えるかなと。でレジェンドホーンとか、レッドプレデターとかで耐えつつ荒くれ呼びを呼び込んで、リーサルを取っていくっていう、まあ戦い方になってくるんで、わりかし安定はしてるんじゃないですかね。アグロとかのタイプでも全然無理なく勝てるんじゃないかなと思います。はい。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるので、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。お相手ミレイユですね。悪くないなこれでいこうか。はい。まあ、カレクサネズミが2コストになったんで、まあ、序盤の爆発力はそれほどないとは思うんですけど、ソロってことは売らないかな。アグロではなさそうですね。おお、ネズミ2人2人って言わんな、2匹ですね。テンション上げてエンドでいきましょう。序盤はすごい無理なく動けそう。あ、ソロ使わずにクローズか。難儀やな難儀やな。土わらし。じゃあとりあえず種開いて土わらしに種をぶっ破して、おお、いいんじゃないですかこれ。全ぶっ破して33にするか。そしたらクローズからも取られないしっていう感じで OK。これなかなか完璧な種じゃないですか。さて、どうしようかしら。まあ、次のターンちょっとアロードックは発動しないんですが、バルンバってことはドラゴンか。これドラゴンか。なるほど。まあこれね、ロトを使って、しっかり除去してで動けるんで、まあいいかな。ロト使えば両方取れますね。シーメーダーロト、はい、戦う。いやー、カレクサ1コストやったらな1コストやったらな。マジ1コストの時ぶっ壊れてましたよね。そう考えたらこのタイミングで使えるって考えるとやべえよな、マジで。まあつむじとかサイコロンとかちょっと嫌かなとは思うんですが、ああサイコロン、どないしようかな。枯れ草出して王女救出っていう動きは、いや弱いか。弱いよね。まあシーメーダでテンション回すか。まあ、命引ければ美味しいかなーっていう感じで引きます。とっておき。あらー、エンドダメみたいですね。まあ種はあるんでシーゴーレムにぶっ破とかできそうですが、オルゴデミーラー強いですね。強いな。仁王立ち、どないしようかな。処理してくれるならまあありがたい。はい。おー、ブラレか。アロードックブラレ。アロードック。アロードック。ブラッドレディ。戦う王女救出。いや、ブラッドレディか。あー、でもちょっとこの配置ミスったかな。キースドラゴンとか入ってますよね、多分。ドラゴンなんで。ワンプレミかましていく。もうすでにワンプレミじゃないかもしれないけどね。俺が気づかんうちにプレミしてるかもしれん。お、マーニャ。
変身するか。いきなり呼び出さないで。変身されちゃうとちょっと困っちゃうね。ああ。このなんかマーニャー変身しひんかったらなんか、てんてんてんみたいな。すごいすごい気まずい空気が流れるというか。何なんでしょうかこれ。めちゃめちゃ気まずいやん。とりあえず枯れ草。枯れ草。これやべえでしょ。王女救出。で、マーニャ処理して、フェイスと。これなかなか嫌なんじゃないですか？サイコロンでも結構ばらきちゃうと思うんで、なかなか嫌な盤面だと思います。どうじゃ？この爆発力。ミッドレンジならではの中盤から一気に押し寄せてくる感じね。ブレロもいいですね。7つの滞在のあの豚みたいにね。あ、やっぱ持ってた。キースドラゴン。ただ1体残りそうですね、これ。さあ、4号の仁王立ち。4号の仁王立ち、ちょっと厳しいっちゃ厳しいけど。まあまあまあ、いいんじゃないですか。はい。アプソン。王女救出。はい。メタルスライム出して、はい。で、まあ、ブラレで処理するか。絶対もっとうまいやり方あるよね。まあ、とりあえず、トンブレロで枯れ草強化しといて、もう一回キースドラゴンとかやられてもちょっと嫌なんで。で、これ、知らないようにしといて、で、パンチパンチパンチと。エンド。絶対上手い人は、なんか別の選択しそうな場面でしたね。さあ、オルゴデミーナ第二形態。その第二形態はあまり怖くない、ロー。ロー。ドーン。玉座にロー。まあ、ウォール張っていくって感じか。外れてほしいな。これヘルスが2なら、あー強っ。ヘルス4は強いっすね。これ第2形態倒しちゃうと第3形態が登場するなーって考えるとちょっと嫌ですけど、どうしたもんかね。はい、レッドプレデター。レッドプレデター、メタルスライムで取って、力1個振れば、レッドプレデターで、まあ、オルゴデミールは取れる。リーサルはない。はい、あんのかな。ない、ないよね。リーサルはない。リーサルはないって言ってたら時間指定されて、あるんですがみたいな感じで書かれそう。はい、ドン。はい。まあこれ全部フェイスかな。第3形態出されたとしても、前列のメタルスライムがだいぶ吸ってくれると思うんで、で、後列は死なないと思う。ああ、危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。危ない、危ない。行くわよ。さあ、どうするかな。いやー、マジで荒くれ呼びがあったらだいぶ、楽に勝てそうなんだけどな。さあどうする？返せる？この盤面。あ、でも愚者あったら返せるわ。愚者第三形態あったら、あららららら、ら、アラクレ呼び助けてくれ。いや、アラクレ呼びにマジで助けてもらうとほんまにヤバくなってきた。ズギャーン。気持ちいいってなってるでしょうね、相手。超気持ちいいってなってるでしょうね。いや、荒くれあったら、荒くれあったら勝てんじゃない？マジで。さあ。ん？お、分岐点。何を引っ張ってきたんやろな。レベル3になるから、もう次で。おー！
筋肉だるま助けてくれるんだよな、こういう時に。ぴったしですね、これ。コストぴったし。いや、助かる。荒くれ呼び、マジで。ありがとう。王女の愛。で、これ荒くれ呼びですよ。ちょっと。はい。さあ、リッカちゃんに叫んでもらいましょう。参上。ドーン。来たー。いや、いいね。いいっすね。対戦ありがとうございました。さあ、ここを引いてお相手、マルティナですね。さあ、マルティナどうやって戦うんかな。なんか今の環境って武闘か、どうやって戦うか分かんないですよね。ちょっと重いな。なんなんやろ。ラーミアか、アグロか、ユカって感じ。いいね。いいよ。けどね、マジでラーミアとかだと、荒くれ呼びで一気に削り切らないと、勝てないような気がするんですよね。はい、ブレロー。とりあえず宝発見して、ロットテンションでエンドかな。はい。うぃ。で、次のターン、枯れ草戦うでいこうかな。はい、おてんば姫。マルティナ持ってないんだよな、うらやましい。すげえうらやましい。マルティナ結構好きやからな。マルティナもスタン落ちやったっけ。あ、プオーンか。マルティナもスタン落ちやったっけ。どうやったっけな、覚えてないな。神はスタン落ちっていうのはわかるんやけど。レッドプレデター。おい。戦う。なんかね、ここで、ハリセンモグラとか、格闘パンサーとかやったらちょうど取れとったんやけど、まあ、プオンは強いな。命。力。エンド。これでまあ、プオンぶつかってくれば、処理はできると。で、後ろの枯れ草はストレートパンチでは取れないという形を作っておきましょう。闘魂打ちはまあしゃあないでしょう。はい。処理。ストレートパンチ全部持ってんな。全部持っとんな。さて、じゃあどうしようかな。ブラレー、シーメーダ、テンションアップ。手札大丈夫やから、まあ回していくか。はい。おお、不幸せの種。不幸せだ。まあけどこれ C メーダーが残ってくれれば、だいぶ、あ、どう、気合ダメ。あー、ラーミアっぽいな。ラーミアっぽい。これはなかなかグダった試合になりそうですね。ラーミアくせー。臭いの。闘魂打ち。なんでちょっとなんか、ちょっと英語混じってるよね。闘魂打ちみたいな。片言日本語みたいになってるよな。よし、頑張るよ。おお。土嵐か。とりあえずシーゴーレム、ちょっと展開していきたいな。土嵐。で、幸せと。はい。展開していこう。はい。ちょっと盤面に残して、とりあえず削っていかないと勝てないと思うんで。うまい。組姫小僧。え、もしかしてラーメンじゃないの？そんなわけないよな。テンション回していく。ガンガン回るね。手札10枚。うん、
勇猛果敢。おお、果敢ですね。飛び蹴り。うん？テンションアップ。あ、回すの？武術カード1枚いらんってこと？精神統一消えた。組紐がちょっと怖いな。組紐がちょっと怖いけど、まあまあ。枯れ草ネズミ、まあ、とりあえず王女救出でブレロで強化して殴りに行くか。力つけとくか、力つけとくか。はい、一気に殴っていこう。はい、うん、はい、15点。アラクレ呼び来てくれねえかな。あ、無念もそう消えた。これでかいな。うわぁ。ほんと害悪だよ、こういうの。シャドーバースもさ、こういうカードが、プレイヤーの機嫌を損ねるみたいな、プレイヤーが不快になるカードですから、ナーフしますみたいな感じで来たんですよ。今不快になったから、ナーフしてくんねえかな。もみじ小僧消えていく。これはまずい。まあでも、あれじゃなくてよかったね。アラクレ呼びじゃなくてよかった。どうしようかな、これ。処理するか。ちょっとレベルも上げていきたいですね。で、王女の愛をゲットして、で、アラクレ呼びにちょっとつなげていきたいんで、ここは最優先で。で、まあ、ある程度展開しておけば、あえてまた一括とか使ってくるんじゃないかなとは思うんですが。どうでしょう。ああ、やっぱ一括。まあでもこれ2回目やからね。2回目。だからもう手札に戻されることはないから。うわ、豚が消えた。ああ、やっぱりラーミアか。まあこっから確実に揃っていくからね、オーブは。頑張ろう。まあもうどうでもいいな、ラプソン消えるのは。どないしようかな。土嵐、幸せ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 。もみじ展開するか。あ、ダメだ、後列に出ちゃうから。出すとこ間違えた。どこ出しても一緒か。シーゴーレム、うん。で、王女救出で、王女の愛をゲットして、いつでも荒くれ、いけますせっていう状況を作っておきましょう。無念無双消えたんで、相手。結構まったりできるんじゃないかなとは思うんですが。さあ、もう一括はないでしょう。気合ダメ。確実に。カードを引きに行く。燃えてきたわ。うん。スマイルロック。ハリセンモグラ。笑い袋。カード引くね。怖いね。ああ、なるほど。いや、強い。強い。強い。組紐。さよなら組紐。うん、まあ入ってるでしょうね。いや、どうしたもんかね。おっ、あら、これ来る。いや、でもリーサルはない。リーサルはないよな。1236の9の15でしょう。瞑想なかったらリーサルやってんけど、まあないんで、とりあえず盤面強くいくか。ドン。はい、テンションアップ。フェイス一応処理しとく。処理する必要ないか、これ。まあでも処理してもせんでも特に変わりはないでしょう。ブルーオーブ、
このターンに揃わなければいけんちゃうかなとは思うんですが、あのコスト下げてないんで、このターン揃うことは多分絶対ないと思うんですよね。さあ瞑想積んで17点、攻撃、うん、これ荒くれで勝てそうじゃない。ストレートパンチ、瞑想もうないやろ。タイガークロー、盤面で6678の荒くれ917、ぴったしじゃね。ぴったしじゃね。超気持ちいいんですけどこれ。ドーンドーン、王女の愛、荒くれ呼び勝ち。え、マジで荒くれがさっきから助けてくれる。あ、ちょっとまあプレミしたけど。王女の愛使ってから殴るべきやけど、まあまあぴったしなんで。おっしゃ、すげえ気持ちいいこれ。 OK、 対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は荒くれ呼びの打ち納めということで、ミッドレンジリッカー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあほんまに最後の最後で荒くれ呼びが決め切ってくれるっていうことで、なんかこの2試合を見たらなんか入れ毒みたいな。なるけど、まあ現実はそう甘くないのかな、やっぱり。うん、ただまあラーミアデッキとかに対しては結構ね戦えてたんで、まあ悪くはないかなっていう。うん、もう荒くれを見ることはないんかな。新しく荒くれを呼ぶカードが追加されないと、もう荒くれを拝む機会は多分ないですよね。うん、なんかそれはそれで悲しいような気がするんですけど、まあまあまだ時間はあるんでね、打ち納めしたいっていう方はぜひともこのデッキ使ってみてはいかがでしょうか。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。